今夜のスペシャルゲスト、略さずに言うとスペシャルゲスト、ご紹介したいと思います。声優アーティスト水瀬いのりさんです。はい、皆さんこんばんは、水瀬いのりです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。番組にお呼びいただくのはかなりお久しぶりになっております。2年前。そうですね、で火曜日で、ね、水曜日は初登場。あれ、そうです。水瀬さんなんて僕、あ、違う番組でしたっけ、なんか あったことですよね。はい、はい、あります、あります。違う番組ですよね、アニステですよね。そう、違う、そう、番組でお会いして。そうなんですよ。じゃあこっちでは一回もないんですね。そうなんです。ね、ここでお会いするのは初めてですね。で後ほどゆっくり喋りますけど、うん、実は毎週のように絡んでるんですよ。そうですね主に日曜の朝にですね。日曜の朝毎週のように絡んでるんだけど僕自身はあの水瀬さんの声で絡んでないので、うん、そうそうかそうかそうか、ね、そうなんですよ、ね、私もちょっとアフレコするような形なので。そう、だからようやくあのやるこのね、キラメイジャーといえばようやくこうしてまぶしいなちゃんと出会えたのがちょっと嬉しいんですけど。本当です。私も博多みなみさんに会えて嬉しいです、ね、なのにテレワークという難しい感じ。本当です。まだ会えてるようで会えてないですけども、なかなか会えない、はい、心はね近づいていると思うので。いいね、今日はラフな感じでなんか皆さんいいですね。本当にあの、はい、プライベート感満載で。あ、そうですね、ガチでズームで普通にこうやって喋ってるような感じでね。かわいい、なんかもうネオちゃんがもうなんか会いたかったの。いや、めちゃめちゃ好きで。え、本当ですか。もうアニメを全部見たんですよ。皆さんが出てるやつ、あの声やられてるやつ全部っていうのも嘘だ。全部って言ったら、あの全部は無理だよ。全部は無理。そう出てるよ。いや、だから本当になんか不思議な感じで。でもリゼロとか見たんでしょ。リゼロ見てますね。ご中さんも見て。お忙しい中ありがとうございます。いやいや、もうご中さんありがとうございます。はい、キラメイジャー、キラメイジャーまだちょっと見れてないです。あ、こら全部まとめてみます。見てください。さあ、はい、さあ、で、まあ、水曜日初めてなのでね、うん、簡単にプロフィールを目の前の女が紹介したいと思います。女はい、では紹介させていただきます。水瀬いのりさんは2010年に声優デビュー。ご注文はウサギですかの血の役、心が叫びたがってるんだの成瀬純役、うん、リゼロから始める異世界生活のレム役など、うん、数々の作品で主要キャストを担当し、2016年の第10回声優アワードでは主演女優賞を受賞しました。ありがとうございます。2015年にはアーティストデビューを果たし、2019年には自身初となる日本武道館 2days 公演を開催、うん、2日間で約1万8000人のオーディエンスを魅了しました、うん、そして今月2日アーティストデビュー5周年記念日&ご自身の誕生日に9枚目のシングルスターライトミュージアムをリリースしました、うん、また現在はマシン戦隊キラメイジャーでマブシーナのキャラクターボイス担当として小坂さんと共演中です。そういうことなんですよ。すごいよ、はい、だから逆に言うとちょっと俺やってみたかったのは、うん、姫って言って、お、はい、あの世論反応だって言ったら、そうですね、は無理、あの博多みなみさんっていうのを一回やってみていいですか。生で一回も絡んでないから、はい、そうですよね。いや、生でそうやらせていただくのは、ね、ここが初ですから。ね、よし、やってみようよ。お願いします。はい、お願いします。姫、R25 地区に与党反応だ。そうですね、博多みなみさん。うわ、感動した、感動した。いや、現場もでもね、あれね、やっぱ、のりちゃん、現場で実はノアさんっていう方がね、いろいろ演じてらっしゃるんですけど、アクターで、はい。アクターで入ってるんですけど、野川さんの喋りに近づけつつやってるんだね、のりちゃん。そうなんですよ。あの野川さんがあの現場で皆さん演者の方とお芝居されるときに実際に声に出してセリフを読んでくださってるじゃないですか。そうそうそう。そうなんです。でそれをアフレコの時にあのヘッドホンに返してもらって、うん、その野川さんの声にこう吹き替えていくような作業なので、やっぱだからすごいね、いのりちゃん。あのいやいやいや、本当に野川さんと一緒に作ってるって感じです。今ね、一瞬野川さんかと思ったの。野川さんがちゃんと可愛くなった感じ。はい、可愛いですよ。ちょっと力持ちですけどね。野川さんね、柔道のねチャンピオンなんですよ。あ、そうなんだ、だから、はいはい、ああ見えてムキムキなんですけど、細マッチョです、はい、いやー、こんなこと感動したわ。なんかこれは私も嬉しいです。嬉しいですね。いいようやく喋れました、こうしてっていうか、まあ、あの一緒にできましたけどもね、うん、さあ、いのりちゃん、はい、このザ・ソウルではゲスト玉球クイズですね。ゲストのまつわるクイズ、はい、じゃあ水瀬いのりさんからのゲスト玉球、はい、問題をお願いします。はい、ブーってました。今私が一番欲しいものは何でしょうか。これですよ。
しいな、うん、ガチで来んのか、はい、ちょっとこのファン、ね、変化球なのか、なんだろう、ガチ来たら面白いね。クリスマス近いですしね。カイエンのポルシェ、カイエンのとかさ、何なんかそうそう、 ガチで来たら柄じゃないですけどね、もしかしたらあるかもしれない、わかんないけどね。何ですかこれは。ずっと思ってるのか意外と最近なのか。まあなんか今年誕生日で25歳になったということもあって、なんだ、まあちょっとこう自分を、まあ、見つめ直すというかした時にちょっと、あ、欲してるかもなみたいな。欲してる大丈夫かな、はい、じゃあ開演なんでしょうねきっと。開演ですね。かもしれないですけど、わかんないけども、はい、私が今欲しいものは一体何でしょうか。ボケでも普通でもどっちでも OK、ナゴンエアのゲスト天木のメッセージホームから送ってください、うん、あ、近況、あ、何、はい、誕生日をスペシャル可愛い女の子に祝ってもらいました。小坂さんにとてもゆかりのある人、はい、これは誰ですか。はい、もうちょっとずっとお話ししちゃってるんですけども、そんなマシン戦隊キラメイジャーのマブシーナちゃんがですね、あのアフレコのその週がちょうど誕生日の週だったということもあって、あの普段の通りこうアフレコ作業を終えて振り返ったら、こうソーシャルディスタンスを保ちながらマブシーナちゃんが扉の向こうからゆっくりゆっくり歩いてきてくれて、で、あの東映のスタッフの方々にあのハッピーバースデーの歌とともにまぶしいながおめでとう言いに駆けつけてくれたんです。はぁ、もう夢の時間でした。一瞬でも怖かったでしょ、まぶしいなって。さ、あの、いや、もうそれはですね、もう私はもうなんか最初ちょっとスタッフの方のあの誕生日メッセージみたいのにもうなんか最初ちょっと怖いのかなみたいな感じで、こちら側も不安があったんですがみたいな一文があったんですけど、私も全然まぶしいな怖いと思ったことなくて、当てれこしてるし、ずっと見つめてるから、そう、もうこの子に声を当てる、この子に魂を吹き込むっていう気持ちで見てたので、そうだからみんながなんか怖いみたいなことを言ってたら、なんかえみたいな、全然可愛いですけどっていう気持ちで、もうどんどん可愛く見せれるように頑張ろうっていうのを野川さんと心がけてました。そっか、それがあのツイッターとかで流れてきてたまぶしいな、そうです、そうです、あのツーショットなんね。そうなんです、もうずっと会いたくて会いたくて、なかなかやっぱりあの写りの方々の撮影と声の収録かぶること少なかったので、そうなんだよね、そうなかなか会えなくて、水瀬さん含めて他の人もね、もうそうそうたる面々が声優やってるんだけど、誰とも俺会ってない誰とも会ってない、でも全然違うんですね、うん、だから別でやってるんだ、本当にすごい、そうそうそうなんですよ、だから本当に今年また忘れられない誕生日にキラメイジャーに出会えたおかげでなりました。ねえ、もうすぐ終盤ですからね、キラメイジャーも。いや、本当にみんな応援してください。あと数ヶ月、3ヶ月ちょっとでね、もちろん新しいやつが始まるわけでございまして、うんうん、ねえ、ぜひともこちらの方も見てもらえれば嬉しいな、うん、ということと、うん、さて、さあ、この水瀬いのりさん12月2日ですね、はい、9枚目のシングル、うん、スターライトミュージアムをリリースしました。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。はい、こちら、うんうん、僕このスターライトミュージアム、あ、そうね、あの僕3曲入りのやつを聞いて、まあ、まあこの曲だから皆さんって僕前も僕の、はい、あの声質なんですけど、よく言われる、はい、あのじゃあこの声が可愛いとかね、萌え声とかそういうのはもうちょっと置いときましょう、はい、あのなんでしょうね、すごい純粋な、純粋無垢な声なんですけど、僕はねちょっとしたね影を感じるんですよ。この影がロックっぽいんですよ。でそのいわゆるポップスを歌ってるんだけど、あの可愛らしく歌ってるんだけど、ちょっとこの水瀬祈り節をちょっとこの語尾に、あのいわゆる元々の声はめちゃくちゃ可愛いですから、いい、その可愛い声をキュッと、さっきのねまぶしいのもそうなんですけど、あのちょっとね大人っぽい声をスッて入れる。ああ、なるほど。特にこのもちろん1曲目のこのスターライトミュージアムいいんですけど、クリスタライズのあのオーディオバンバン切ってダダダダガガガガって入るところとかの細かく入ってるところの声とかはあえてこうかっこよくとんがるように入れてるんですよ。すごい聞いてくださってありがとうございます。だから皆さんってだから実は可愛らしくこういう風に見えるけども、絶対この魂とか芯が強くて、まあまあ負けず嫌いで、で絶対にこうすごい歌から、うん、時もガッて入れるんだけど、やっぱ皆さん祈りっていう全員が思う像もちゃんと守る、はいはい、なるほど。なんかそれを今回の曲の録音に感じました
すごい音楽評論家ライターみたいな感じライターもうこんなことばっか8年ぐらいやってるんですよこの番組で。ありがとうございます。いやもう本当に嬉しいです。ありがとうございます。だから可愛いんだけど、うん、僕ね可愛いって一回転するとねすごいロックっぽくなると思ってて、うん、で すごいだから皆さん祈りにしかできない曲を歌ってるんだなってすごい、そこを今追求してるんだろうなっていうのを思いました。ありがとうございます。でもおっしゃってくださった通りというか、うん、あれなんですけど全然こうなんだろう、まあ、可愛いキャラクターとかをね、うん、担当させていただく機会も多いんですけど、はい、中身がやっぱそこまでめちゃめちゃキュルンキュルンふわふわ、うん、全然違う夢川みたいな子じゃないっていうのもあって、まあ、そういうこう自分のやってるキャラクターと自分のソロでやりたいことっていうののこう住み分けっていうのは最初ちょっと悩んだ時期もあってデビューしてから。なるほどね。うん、やっぱりこうキャラクターソングとしてキャラクターの声で歌う曲を知ってくれてる人にとってはあソロこういう感じの楽曲なんだって多分なるんだろうなっていうのは最初思ってて、うんうん、でもせっかくやっぱり自分の音楽活動をやらせてもらえるっていうところがあるならそこはこうなんだろう自分のやりたいことを貫きたいなっていうのもあって、うんうん、だから今まで歌わせていただいてる曲たちも全てデモの段階からコンペの段階から自分でもちゃんと聴いて選ぶっていうのはもうデビューからずっと変わらずやらせていただいてて、うん、今回3曲入ってる曲も全てそのテーマに沿ったコンペのもと選ばせていただいた曲なので、うん、本当にこう自信を持って自分が今歌いたい歌をいつもみんなに届けられてるっていうのがすごく嬉しいことだなと思いながら、だから今日はこの皆さん祈りファンも、うん、初めて聞く人も、うん、今のこの気持ちを踏まえた上で皆さん祈りってこういう声でこういう歌を歌ってるんだ、なるほどちょっと PV 見てみよう、よし走って買ってみよう、うん、そういうふうに覚えてみましょう。じゃあ1曲聴いてもらいましょう、うん、じゃあ曲紹介お願いします、はい、それでは皆さん聴いてください。皆さん祈りでスターライトミュージアム。お送りしたのは今日のゲスト水瀬いのりさんでスターライトミュージアムでした。改めてゲストの水瀬いのりさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくです。なんでしょうだからこのね、うん、スケール感も大きくどうしてもね声が可愛いからさ、ね、こっちに耳がいっちゃうんだけど表現力とかね、うん、やっぱり声優さんですから、うん、声優もやってますから、うん、はい、歌詞をね一瞬で歌い上げるのは本当すごいんですよ声優。ありがとうございます。だから歌詞をね歌詞カードを見なくていいんです。ああ、それがもうすごい、そこがすごいなと思ってて、すごく嬉しいです、うん、歌い上げてんのに入ってくる、うん、これがやっぱりいいとこかし世界に通じるところです。素敵ね、うん、はい、ありがとうございます。さあ先にじゃあいのりちゃんの今後の予定チェックします。はい、今聴いてもらった9枚目のシングル、スタイライトミュージアムが12月2日リリースしております、うん、水瀬水の瀬川栄子の瀬みなせひらがな祈りみなせ祈りで公式サイトチェックしてください。逆に分かりづらくなってませんか。本当ですか。水谷豊の水瀬川栄子の瀬いろんな人が飛んでっちゃって大丈夫です。清水健太郎の水ね、さあそういうわけで、はい、ゲストたまきゅうの答え合わせしますね。そうですね。あ、そうですね。今皆さんが、今一番欲しいものでしたっけ、はい、うん、そうです、そうです、うん、はい、ラジオネーム森マッコリ、ありがとうございます。ガチでいい炊飯器。おお、ね、いい線、いい線、あ、いい線、キツネのルーシャス、ありがとうございます。プライベートジェット。ああちょっと鼻につきますか ね、 ね、鼻につくつかないの前に高いっすよ。ネットニュースになっちゃいますね。なるでしょう、買ったらね。日本でも数人しかいない。ラジオネームヘロヘロヘロスケ、ありがとうございます。刺激。ああ、ちょっと絡みづらいですね。ヘロヘロヘロスケが刺激が欲しい。5つのラーメン、5つのラーメンと札幌さん。ありがとうございます。ぬくもり。絡みづらい、ね。反応が刺激とぬくもり。はい、ラジオネーム青目のルリ猫。ありがとうございます。ございます。大人の色気。ちょっと後半3通が同じ人名前変えた同じ人ですかね。おかしいな、全員違いますけども全員まあまあ年配ですね。さあ正解を教えてください。お父さんがもう25歳になってきます、はい、さあ私が今一番欲しいものは、うん、ベッドでした。あーびっくりした、俺ベンツってこと。ベンツもねかっこいいけどベッドね。ベッド、なんだろう、高ければいいっていうことではなく、はいはい、ちょっと自分の体に合った
ベッドをちょっと作りたいというか手にしたいなっていうのを思い始めました ね。あの、うん、ベッドコーナーの人にいて専門のコンシェルジュがいて、僕はもうガチで身長と体重を言ったんですよ。はいはいはい。そしたらもう本当にそれに合う、そのベッドに変えてから腰の痛みがなくなりました。本当に最高ですね。やっぱ寝てる間にね、なんか回復したいはずが寝起きにまたなんかちょっと痛いかもみたいな。悲しいですもんね。だって人生の3分の1は寝てますからね。え、そうなんですよ、うん、そうなんです。なるほど。だからちょっといい寝具に出会いたいなという思いでした。正解はベッドでございました。うん、はい、というわけで、エンディングで3名様にねシール、ザスのシールでございます。はい、ねえ、本当このコロナが早くもうぶっつぶれてくれればゲストの方も来れるんですけど、お会いしたかったですね。なかなかですね、こうなりましたけども、皆さんちょっと、最後に皆さんにメッセージの方をリスナーにお願いしたいと思います。はいはい、今回はちょっと残念ながらリモートという形でしたが、またね次回があれば今度はスタジオで皆さんと一緒におしゃべりしたいですし、あの聞いてくださった方にももっとねいろんな思いを届けたいなと思いますので、まあ、今年ももうすぐ終わりということで皆さん気を抜かず2020年走り切って楽しい2021年にできたらいいなと思っております。引き続きよろしくお願いします。流暢に喋るね、本当に。本当にもその水ですか、水のなんかまな板に水のような水ですか、これは。それで瀬川栄子の瀬が入ってきて著名人に取引するんですよねちょっと申し訳ない、はい、もう一曲、もう僕こっちね、こっち僕トラック人間っていうのもありますけども、美濃瀬祈りの新しい部分が見えてすげえ好きなんです。嬉しい。これ聞いてもらいましょう曲紹介お願いします。はい、それでは聞いてください、水瀬いのりでクリスタライズ。今夜のゲストは声優アーティストの水瀬いのりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。